吸えるよとかあるじゃないですか。そういうそのもう普通に友達じゃなきゃ無理じゃないですか。遊びに行く感覚じゃないですけど、もちろん技術もあるし、まあ、てか前提にヒップホップだもんね。だから、うん、まあで俺ラップで、まあ、バーバーはヒップホップか分かんないですけど、まあ、どう見たってヒップホップじゃないですか。店とか普通にもう見た目ヒップホップ以外の何なんですかこれでも、ね、ヒップホップだったらもうそのヒップホップのとこ行くじゃないですか。そうっすね、噛み切るところはそこっすね。日本のヒップホップアーティストでその曲を出してやっぱり表に出るのが仕事じゃないですか。でそうなった時に絶対よりかっこよく俺たちが出ることによってその分シーンがでかくなるし、それを分かってる人がいて、でそれを支える気がある人がいて、普通にもう一ラッパーとしてはもう安心でしかない。彼がそのバーバーの世界でどういう風にやってるか、どういう立ち位置かとかは知らないけど、こういう写真集を出したりジェルとかワックスとか出したりとかで、そういう動きって絶対俺必要だと思うんですよ。やらないと話にならないし、けどどの業界でも別に進んでないところは進んでないし、このバーバーの本って言っても別にバーバーの本じゃないし、見たら絶対普通にかっこいい人たちたくさん出てて、何の写真集か分かんないけど、だからやっぱりそんぐらいのクオリティのものを誰かが率先してそのシーンで作っていかないと、日の目を見ずにそのカルチャー、そのシーンの人たち、その世代の人たち終わっていくだけなんで、俺らはそれをヒップホップ、そのラップの音楽の分野でやってるんで、だから動詞っすね普通に。